コミヨッシーです。今から、エレキのメンテナンスの方法を紹介します。まずエレキがあるんですけども、メンテナンスといっても、ワイヤーのところの油の刺し方とかそういったものですね。はい、エレキのネジはここに3箇所ありますので、ここを外したいと思います。開けるときに注意することは、このですね、プロペラの向きが開けているときにくるってなっちゃわないように、押さえたままネジを外していきます。横に寝かしていけばいいかと思います。それではここにネジがあるので、ここを開けていきたいと思います。はい、こんな感じで、ネジを外したら、位置が分かるように置いておくのがポイントかと思います。3つネジを外せば開きます。そしたら、注意しなきゃいけないのが、蓋を開けるときにこう回らないように、こうやってですね、押さえたままこうやって開けてください。そうすると、ここがですね、この方向がずれないように開けます。で、またはめ込むときは、このなんつうの、このプロペラの向きとこの方向矢印が合うように、全く同じように動かさないように差し込んであげれば OK です。で、油はですね、こういうとこにクリスで、こういう錆びないところにクレ556とかのオイルを入れて刺してあげてください。で、元に戻すときはですね、こういうふうに向きを足で押さえて、向きを確かめて、方向を合わせてあげる。こうずれちゃうので、ここ止まっちゃうので、ここは向きに合わせてまっすぐ入れてあげるのがポイントです。そしたら、またゆっくり寝かせて、ネジ止めていけば OK です。矢印とこの向きがまっすぐになってなかった場合は、もう一度開けて、ここをですね、向き合わせて蓋を閉めてあげれば OK かと思います。あとは、この足で踏む操作のところの蓋を外すときは、ここ4箇所ネジありますので、ここを4箇所開けます。開かない。で、開きました。こうやって開けてあげて、グリスを塗るっていうのは、ここにオイル刺してあげて、あと汚れを取ってあげて、もしワイヤーの切れ目とか出てるようであれば、ここに、クレゴーボールとかを刺してあげればいいかと思います。意外と綺麗なので、あとですね、ここの辺にこの、いくらかな、こういう動く箇所があるんで、そこにオイルを刺してあげるという感じになります。はい、それでは次回は、ここですね、先が剥げちゃってるので、塗装をしていきたいと思います。それではまた、バイバイ。